発電所ではこの町のすべての電気を発電することができます。この病院は AI が働いています。この AI のところに行くと AI が自動で薬をくれます。ここは生き物の生態を知るために作った全方向から見える水族館です。水族館から出てくるとここから見ることもできます。ここは子ども食堂です。 SDGs 3番を取り入れ、町の人々が健康に過ごせるようにと作りました。この銀行では AI が働いています。僕は電車を表現しました。このように自然を楽しみながら進むことができます。僕はスーパーマーケットを作りました。床には電気がついており、とても綺麗です。